はい、御嶽、ロペスキー場、御嶽スキー場か、明日ね、雪が5センチ積もるみたいですね。その、天気予報を、じっくりとノーカットでね、今から、見ていこうと思います。はい、ちなみに僕は、岐阜県奥美濃の高須スノーパークとダイナランド、そしてスキー・スノーボードの専門チャンネルです。土日月にね、動画をアップしております。今日はね、例外的に、ワシガタケとホワイトピアの動画をたくさん、撮ったんで、もうアップしたんでね、ぜひ見てください。さあ、ですね、ホワイト、なんだっけ、奥美濃でもね、明日ね、もうほとんど雪なんですよ。で、これね、見てください。御嶽ね、あれ、消えちゃった。ノーカットでいくね。ぐずってごめんね。御嶽、嶽、嶽っていう、難しいな。御嶽スキー場ね。これ、御嶽220っていうスキー場が、オーナー変わってね、変わったんですよね。変わってから行ってないけど、ゴンドラが止まって、もう動いてないらしいですよね。で、よいしょ。ちょっと待って。今日が、3月21日です。はい。これだ。これね。3月21日の夜の、22時34分、夜。まだね、雨も雪も何も降ってないんですよ。はい、これがね、今日の御嶽スキー場ですよね。天気予報。天気ですね。で、これが明日です。3月22日火曜日。最高気温がマイナス3度、最低気温がマイナス14度。超寒いですね。風が、風速3。で、降雪が、これね。これ5センチってなってますね。で、これ街じゃなくてスキー場の天気予報なんで、この5センチっていうのが、ゲレンデのね、下の方なのか上の方なのかわからないですけど、まあ、5センチ積もると、いう感じですね。だから硬い斜面の上に、まあ、5センチぐらいパウダーが積もるんで気持ちいいですね。で、多分ラスト、今シーズンのラスト雪なんで、岐阜県奥美濃もね、ほとんどのスキー場で雪積もりますけど、まあ、最後のパウダーなんで、楽しんでみてはどうでしょうか。僕もね、岐阜県の雪なくなったらそっちへ行くかもしれ、ま、知れないので、ひょっとしたらね、金があればね、そこでお会いしましょう。今日はね、高瀬ダイナー専門チャンネルだけど、わしがたけホワイトピア、これさっき言ったって、動画アップさっきたくさんアップしたんで、今日ね、ぜひ見てください。はい、土日月にね、動画をたくさんアップしておりますんで、ぜひチャンネル登録していただければなというふうに思います。はい、明日も僕滑りますんでね、動画見てください。じゃあね、おやすみなさい。